皆さんこんにちは。飛び込み女子の馬淵優香選手。馬淵優香選手は2日現役引退を発表しました。それでは今回は馬淵優香選手の現役引退の発表について、病気、夫の瀬戸大也選手の元不倫相手、国籍などについて紹介してきますので、ぜひ最後までご視聴ください。馬淵優香選手は水泳の飛び込みで21年12月に現役復帰しており、2度目の引退発表をしました。所属するミキハウスを通して3歳から飛び込み競技を始めて25年が経ちました。小さい頃から飛び込み一色だった私は、それが受け入れられずに飛び込みから逃げたこともありました。ですが一度引退し、結婚、出産を経て現役復帰してからは、心の底から飛び込みが大好きになっていました。パリ五輪に出場できなかったことはすごく悔しかったですが、これまでの競技人生を誇らしく思います。最後になりましたが、競技人生を支えてくださった指導者、競技関係者の皆様、報道関係者の皆様、マネジメント事務所社長、友人たち、ミキハウスの皆様、家族に心から感謝を伝えたいです。今後は夫のパリ五輪への挑戦を家族でサポートしていきますので、引き続き見守っていただけると嬉しいです、とコメントをしていました。馬淵優香選手は3歳から飛び込みを始め、2017年に一度現役を引退しています。そして2017年に競泳男子の瀬戸大也選手と結婚しました。そんな瀬戸大也選手は2020年9月週刊新潮に女性との不倫が報じられています。報道後には所属先の ANA から契約解除され、日本水泳連盟から年内の活動停止処分を下され、2021年には活動を再開し、2月の大会出場の際、軽率な行動でたくさんの方に迷惑をかけて申し訳ありませんでした、恵まれた環境を勘違いしていました、と謝罪していました。結局2021年の東京五輪では予選敗退という結果に終わり、メダル食材は叶いませんでした。不倫報道後は離婚はせず、メディアで当時の話を笑いながら披露するなど、夫を支える姿勢を見せていました。しかしそんな家族に影を落としかねない報道があり、ウェブ女性自身が報じたところによると、瀬戸大也選手の元不倫相手は当時20代の CA で、現在はポッドキャストの結婚したい乙女たちのアダルトークという番組でルナとして活躍しているといいます。そして番組のトーク内容をまとめた書籍が出版され、ルナの顔写真や過去の性生活についても赤裸々に明かしていました。ルナは同氏の直撃に対し、瀬戸大也選手とのことは一切触れるつもりはない、誰も絶対に傷つけたくないので、などと語っていました。とはいえ、過去に不倫が報じられた相手が顔出しし性生活を暴露しているとなれば、瀬戸大也選手もその家族も心穏やかではないのは当然ですよね。ニュースのコメント欄には、なぜ顔出しまでしたのか理解できない、瀬戸家族は今リセットして前に進んでいるのに、彼女も未だにこんなことしていたら、遊びで近づいてくる男がいても本気で彼女を守りたい男は現れないだろう、よくも顔出しできるよね、しかも誰も傷つけたくないって、もうすでに瀬戸の奥さんやお子さんに傷をつけているんだけど、それなのに赤裸々本を出版して収入を得ているなんて、結局自分のことしか考えていないよね、などと瀬戸一家に同情する声が相次いでいました。また馬淵優香選手は飛び込み競技現役復帰を機にアパートを借り、瀬戸大也選手と別居生活していることを発売中の女性自身が報じていました。このことについて家族問題評論家の池内博美氏は、離婚を視野に入れている可能性が3つあるとして、1、子供を置いて本業に邁進する、2、子育てを双方の両親に頼む、3、様々な芸能活動にチャレンジするということは離婚を視野に入れている可能性が大きい。1は、今まで馬淵さんの本業は瀬戸さんのサポートでしたが、もう妻を卒業しアスリートと母だけに変わったということ。自分の集中力を欠くならば夫は雑音になりかねない存在になり下がっています。2は、育児で妻が一番に頼るべき夫、
自分の親だけでなく瀬戸さんのご両親にまで頼っているということは、瀬戸さんは育児面で全く当てにされていないということ。子供を預ける体制が整い、双方の両親から自分の両親だけに代わっても問題ないということも示唆しています。サンは2度目の引退後の生活を模索しての行動。選手として活躍できるのもそう長くはないですから、引退後自分に何ができるのか今のうちからチャレンジしている。つまり育児、生活、全てにおいてもう夫を当てにしていないのが明らか。離婚に向けて準備していると考えられますと語っていました。様々な意見がありますけど、馬淵優香選手は当時から着々と活動復帰の体制を整えていたのでしょう。そんな馬淵優香選手ですが、過去に肺炎で入院していたことがあるようです。自身のブログでは、私は最近重い肺炎になってしまい、1週間の入院を含め3週間くらい病と闘っていましたと、肺炎で入院治療を受けていたと明かし、子育てと飛び込み競技の両方を頑張らなくてはという自分の固くなな考えが巻き起こした結果ですと反省もにじませ、逆に大切な家族や仲間、飛び込みやお仕事の関係者の皆々様にご迷惑をかけてしまいましたと綴っていました。そして今後はもう少し肩の力を抜かせていただき、皆様に甘えながら目標達成のために頑張ります。それが皆様への一番の恩返しになると思っていますと、頑張りすぎずマイペースで育児、家事などを行っていくと約束していました。また馬淵優香選手は国籍が中国人であるという噂がありました。調べてみましたが、馬淵優香選手は国籍上は日本人でした。しかし両親が中国人のようで、流れている血液という観点から見ると中国人になります。馬淵優香選手が中国人と言われる一番の理由は、両親が中国人だったからです。だったというのがネックなのですが、両親は日本に帰化されて現在は日本国籍のようですね。馬淵優香さんの父親は馬淵貴秀さんです。馬淵優香さんは今は引退していますが、飛び込み選手として活躍されていました。父親の貴秀さんも中国で飛び込み選手として競技されていましたが、中国内での競技レベルの高さから19歳で選手を断念します。その後指導者となった父親の貴秀さんは語学留学のために来日。馬淵姓はこの時お世話になった方にちなんだものだったようです。馬淵優香さんの母親についてはくまなくネット上を調査しましたが、情報はありませんでした。両親が中国人だったということで、馬淵優香選手は中国語も話せるようです。馬淵優香選手と瀬戸大也選手は2017年5月に結婚されましたが、新婚旅行でハプニングに遭遇しました。モルディブからシンガポールを経由してオーストラリアに行く予定だったそうです。ところがモルディブからの便が遅れて、シンガポールからの便に乗れませんでした。空港で馬淵優香選手は流暢な中国語でチケット変更したそうです。瀬戸大也選手も心強かったと話しています。やはり両親が中国人なので日常的に覚えてしまったのかもしれませんね。いかがだったでしょうか。今回は馬淵優香選手の現役引退を発表について、病気、夫の瀬戸大也選手の元不倫相手、国籍などについて紹介してきました。競技に関しても家庭に関しても一生懸命だった馬淵優香選手、今後は瀬戸大也選手のパリ五輪への挑戦を家族でサポートしていくということで、無理しすぎず体調に気をつけながら頑張ってほしいですね。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。